韓国経済崩壊、バカ大統領の無能さに韓国人が失望。肝心の対中経済政策も実利が伴わず大失敗。韓国史、韓国経済は20日、朴槿恵恵政権の外交的な失敗が経済にも打撃を与えていると指摘した。記事によると、朴政権に入って以降、ウォンはどっぽ好基調が続いている。過去1年間でウォンは対円で 16% 上昇、対ユーロでも 13% 上昇した。対ドルでも過去3年間で 7% 上昇している。言い換えれば、海外市場での韓国製品の価格競争力がそれだけ落ちたということだ。ところが、韓国政府は積極的な動きを見せていない。現代自動車は今年第一四半期だけで3500億ウォンの為替差損を出したが、当局は、口先介入も言っていない。金融関係者からは、今、政府が為替政策に関心があるのかがわからない、という批判的な声も聞かれる。韓国政府がウォン高に対応できない背景には、外交の失敗、があるのではないかという見方が出ている。中国主導のアジアインフラ投資銀行、IVE、に参加する一方で、米国の高高度ミサイル防衛システム、テアート・サードの導入には慎重姿勢を見せていることで、米韓関係に亀裂が入り、為替政策の柔軟性を奪ったという指摘だ。政府関係者は、米国財務省が今年初め、為替介入をするべきではない、と非公式に警告してきた、と明かす。あからさまな円安誘導政策を行いながら、米国から何も指摘をされていない日本とは対照的だ。日韓関係の悪化が経済にもたらす影響も深刻だ。朴大統領は就任3年目に入ったが、未だに日韓首脳会談は実現の見通しさえ立っていない。日本が歴史問題に謝罪しなければならないという原則論が対日外交の足を引っ張っている、という分析が支配的になりつつある。その結果、昨年、韓国を訪れた日本人観光客は228万人と、2012年比で 35% も減少した。貿易額も昨年は859億5200万ドルと、3年連続減を記録した。通商政策でも、失敗が指摘されている。ある米政府関係者は最近、2013年初めに米国は韓国に環太平洋経済連携協定、トップ、への参加を要請したが、韓国は、忙しい、と断った、と明かした。当時、韓国は中国との自由貿易協定、フタ、交渉に注力していたためだ。中韓フタ交渉の妥結後、韓国は180度態度を変えて、今すぐトップに参加したい、と言い出したが、他の3カ国間での交渉が進んでいたために、参加を果たせなかった。一方、こうした犠牲を払ってまで重視した対中関係でも、それに見合う実利が得られているとは言い難い。IVE の持ち分は、当初 4% 以上を確保できると見込んでいたが、実際には 3% 台にとどまる見通しだ。韓国が存在感を示せていないアジア開発銀行、ADB の持ち分、5.06% を大幅に下回ることになりそうだ。先ほどの動画はいかがでしたか？このチャンネルでは先ほどのような面白い動画や、興味のある動画をまとめています。オリジナル動画も作っていく予定ですので、よかったらチャンネル登録お願いします。